よいしょ。やばい、二人落っこってるから、これは、まあ、2位だったらどうにかなるでしょう。相方くん、早くゴールして、頼む。終わった。さあ、もう一回やっていこうと思います。頼むから、相方動いて！なんで？なんで相方毎回動かないの？いやー、無理かなー。よいしょ。結構早くクリアできたけどなー。あ、動いてる動いてる。いやー、無理だ。どうも、山猫でーす。本日もフォールガイズやっていこうと思います。ってことで、いいよ、今回動いた。仲間が動いてくれるだけで嬉しい。なんていう世界だ。エクストリームスクワットをやってます。はい。なんかね、バグってて、なんかフォールガイズのなんかデイリーミッションっていうね、毎日更新されるミッションがあるんですけど、それでね、なんか、それがバグってて、毎回リセットされるんですよ。だからね、いや、どんまい、一人落っこっちゃったね。一回勝つと、なんかめっちゃたくさん王冠もらえるみたいな感じで、ちょっと、なのでやってます、今。はい。ということで、一人めっちゃ早い。一人めっちゃ早い。うお！待って！知り合い来たー！さあ、この子もナイス。いやー、まじまじの野良ガチャで知り合いを引いていく神だわ。しかも、もう一人の人も早いし。いや、これは優勝していきたいですね。優勝して、たくさんの王冠をもらっていきたいところではありますが。さあ、ということで。そう、なんかね、なので、皆さん、あ、この動画が上がるときはまだそれが続いているか、ちょっと、わからないですけど。まあ、このね、今やってる時間帯、深夜の今3時ぐらい。やめて！危な！これエクストリームだから、マジで落っこったら終わりなんですよね。そう、だから、深夜の3時ぐらいはね、まだできてるんで、まあ、早めに、バグがね、修正される前にやってみたら、どうでしょうって感じで。いやー、怖いよー、死なないように。さあ、他の子は、お、そうだ、この子、金魔女スカート履いてるんですよ。絶対うまいっすよね。どまい。さあ、ツンドラダッシュということで、いや、これはマジで本当に決勝行きたいわ。ちょっとね、2連続でね、動かない味方と、速攻を起こっていく味方だけしかいないパーティーを引いて、どうしようもなかったんで、今回こそはね、まあでもしょうがないけどね、一人でやってるんで、まあパーティー組んでね、本当に今、たくさんお金もらえるんで、スクワットとかで、4人でみんなで行けば、1回勝つだけで多分ね、王冠1個以上もらえると思うんで。やったー！ごめん！ごめんなさい！待って、ごめんなさい！本当にごめん。そう、エクストリームスクワット、あれ40個だっけな？ 40 個くらいもらえるんだっけな？多分、勝ったら。いやー、ありがたい！やっぱさすが。で、この子も、ナイス。うまい。さあ、金魔女くん。やばいか、これちょっと順位。どうだろう？この子にクリアしてほしいな。ありがとう。いけるかな？そう、なのでね、チーム組んでエクストリームスクワット、今は超稼げると思います。さあ、スライムクライムですね。やっていきましょう。いやわかった。わかった。ありがとう。ごめんなさい。さっき死んで。ごめんなさい。多分そのことを怒ってるんだと思う。一人誰か死んじゃったね。まあ、どまいだね。いや、待って！危な！危ない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 。怖いよ。この丸太さ、意外と引きずられますよね。が、待って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 、危ない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 。怖い怖い怖い。よいしょ。さあ、危ねえ。さあ、いい感じに突破できましたね。って、沼ってんな。めっちゃ沼ってる。よいしょ。さあ、まあでも、トップ3か。意外とちょっと早くクリアせんと。いやー、やばい。こういう時に失敗する。こういう時になぜか。いや、マジでね、本当にここのね、壁ジャンプはね、なんかちょっとやりにくくなった気がします。前より。いやー、やばい。普通に行こう。よいしょ。さあ、ハンマーがあるのかな多分。ハンマーあったね。そう、ハンマーを使っていきたいですね、やっぱ。急いではいるが、ハンマーを。待った、こいつ掴んでくる。やばい。待って。いや、押さえててくれてる。よいしょ。オーケー。さあ、なんかまだずっと掴み合ってますね、この二人。スライム来てるよ。二人とも、スライム来てますよ。死んじゃうよ、二人とも。ああ、ああ、ああ。
さあ、決勝戦まで来ました。リング呪い。よし、やっと来れた決勝。いや、ということで、優勝していきたいと思います。いや、このメンバーならいける。ここで勝たなかったらもう一生か。今日は、この動画のタイトルで撮りたかった動画撮れる気がしません。ちょっとね、なかなかやっぱ、エクストリーム、なんか普通のスクワットとかだったら、野良で潜ってもワンチャン優勝あるけど、エクストリームスクワットはなかなかね、一人でね、潜って勝てるようなとこじゃないかもしれないですね。難しいね。ってことで、頑張っていきたいと思います。さあ、一周目が終わって、いやー、ドンマイ一人死んじゃった。いや、ドンマイ二人目。まあ、ドンマイっす。さあ、まあね、このショーだったらね、このリンノロか、リングの呪いだったら、まあ、そこまでチームとし、危ね、してのあれは関係ないかなとは。いや、マジー。いや、まあ、しょうがない。ちょっと自分ツンドラダッシュで死んでるんで、その分を恩返ししていけたらなということで、頑張っていきます。怖いな。いや、でも結構生きてんな、これね。チーム戦なんで、二人、なんか2対1とかになる可能性があるんですよね。そうなったら終わりだからな、結構。で、多分右はもうなかったから、こっちの方でルートを見つけるしかない。やばい。だいぶ。いや、耐えろ。やばい。多い人数。よいしょ。落ち着いていこう。よし。こっから。あと1周後。よし、あと1人。この後っすね。やばい、掴まれそうだから、あんまり飛ばないように。いやでもな、引っかかるんだよな、これも。走るのも走るで。さあ、あと一人。絶対勝ちたい。やばい、待って。よいしょ！来たー！よっしゃー！優勝できたー！さあ、てことで、このね、ミッションが毎回これリセットされるんで、この、45個のかけらがね、絶対に、これでもらえるんですよ。で、プラスで優勝分が入って、もう85個もらえるっていうね。マジで皆さん、今のうちにたくさん稼いでみましょう。